お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、このエリゴレエリババチンパンやっていきたいなと思います。で、前までねダクネだったんですよ、このエリババの枠が。そう、ダクネだったんですけど、まあそこのダクネの枠がエリババになった方がちょっとね、今こう時代来てますね。はい、もう流行に乗るにはこのね今日使わざるを得ないと、まあ、いうところでね、ぜひ、これ使ってみてください。前ねダクネ型で世界一フィニッシュをした人がいたんですよね。そう。でもしかしたら、今シーズンのね、世界一位は、このエリババ、エリゴレの可能性もね、まあ、あるよというところで、しかも、なんか、前ね、エリゴレで世界一位取った人、なんか残り数時間でもうトロフィー約800ぐらい上げたみたいな、もう初手エリゴレしまくって、で、それでシーズン、なんか1位みたいなことも言ってたので、いや、本当に、エリゴレ使えれば、誰でも世界一になれる可能性はね、ゼロではないですからね。さあ、というわけで、本当に僕はあんまこういうデッキを紹介したくはないんですけど、やっぱゲームやるにはというか、まあ何でもですけど、遊びでもですし、なんか僕、何でもやっぱ勝ちたいんですよね、やるからにはこそ。そう、なので、やっぱ勝つためには、やっぱ強いデッキだったり、何かこう、ね、弱いものを使ったりとか、負けてもやっぱしょうがないんで、やっぱ勝ちたい、勝つためには、もう強いデッキを使わざるを得ないと。というところで、多分皆さん強いデッキがね、欲しかったと思うんですよ。そう。僕は呼ばれてきましたね。強いデッキ教えてほしいって。そんなので、僕はね、今日この、あまり紹介したくはないんですけど、エリババチンパンね。エリゴレエリババチンパンですね。やっていきたいなと思います。で、初手エリゴレ欲しいんですけど、僕なんか欲しいねって最近初手に来なくて、昨日かな?なんかエリババを、初手、端前、6コスでも初手端前出すみたいな動画撮ったんですけど、5戦して1回も初手にねエリババ来ないっていう事件だったんで、今日ももしかしたら1戦もね初手エリゴレ来ない可能性もありますね。なんか相手の防衛がすごい上手いですね。てかファイボがヤンキーじゃないですか。ファイボエリキか。あ、ロイジャイですね。普通のロイジャイだ。これはいや、何使ってもいいっちゃいいけどな。いいっちゃいいな。エレキからだけ行くっすね。OK。さあ、で、まあ、ロイに対して、なんとね、今までだったらダクネだったのがエリババで守れる。いや、こいつね、鬼強いと思ってんですよ。マジで。個人的にただただ気に入ってるだけかもしれないんですけど、とりあえず今回相手がハンターいるので、一回ね、防衛の構えから、逆サイとかもし攻めてきてくれた時には、もう、うわぁ、すごい。この、鉄壁のね、鉄壁のっていうのか、なんかすごい形を作ってきますね、僕のお相手さんは。で、これヒースで隠されるのだけは。いや、ライドラッグ。うっ。いや、なんか耐えれてはいる。このね、後ろハンターがね、僕としてはマジでね、嫌ですね。そう、ハンタートリトンで、エリゴレを最初に引っ張られて、みたいな。それがね、マジでね、一番きついですね。だから相手も分かってますね。その、僕が一番嫌な立ち回りを。そこはワンチャンあるぞ。ワンチャンあるぞ。相手、あ、これエリゴレ行っていいな。行っていいな。行っていいぞ、行っていいぞ。このエリババ、エリババ、エリババが頑張れ。エリババ、待って、エリババ全然頑張んねえ。あ、いや、ワンチャン?いや、本当はね、エリババ追加とか欲しいんですけど。あ、これさては、来たぞ、来たぞ、行けるぞ。エリババエリババじゃねえ、ヒーラーだった。ヒーラーエリゴレですね。はい、グッドゲームと。いや、マジで、この、前までダクネでも十分に強かったんですけど、エリババになったことによって、まあ、火力が上がり、突破率が高くなり、はい。やばい。本当に。いや、でもワンチャン、どうしようかな。このデッキで世界一狙う可能性はね、ないことはないですよね。本当に勝てるならですけど。よろしく。とりあえず今回、初手エリゴレ来てくれたので、あんましたくないんですけど、僕も。動画的にね。やっぱ強い戦術は、やらざるを得ないと、まあ、いうところでね。相手がなんか1枚ぐらい割いたら、まあ、すぐ逆サイにケツエリゴレバコンって行きたいんですけど、あ、咲きましたね。これでもうサードでございます。サード。まあ、逆サイ来たら無視ですね。さあ、とりあえずエリゴレヒーラー組んで、エリババつけたいけど、まあ、ちょっと遅れてからのエリババ追加とかも強そうなこともあるですね。ライドラつけて、さあ、今回相手はラバルですかね。多分ラバル。まあ、ここはさすがに守ってもいい気もするが、
墓石がやばい。墓石がやばい。縦の墓石を、これ矢波いらんか。あ、でもいい。悪くはない。で、ヒーラーが回復して、このなんなら、逆サイのインドラの方がやばい説がありますよ、これ。まあ、あっちにザップを、来るか？え、来ない。あ、本当に申し訳ないです。マジで。なんか、ごめんなさい。これやばいっすよね、でも本当に。わ、やばい。やばいんですよ。本当に、日本人の方、今の僕とマッチングしない方がいいですよ。審判するだけなんで。いやー、まあ、インドラも強いっすね。こう見ると。なんかまあ、エリゴレ、ヒーラー、ドラドラで形を組めて、そこの追加でね、エリババカとかいけると、マジで強いんですけど、まあ別にエリババがなくても、エリゴレってもともと強くて、まあエリゴレ、ヒーラー、ドラドラいれば。なんで、エリゴレ、ヒーラー、ドラドラを組んで、まあ、逆サイをエリババで回収とか、まあそんぐらいでもちょうどいいかもしれないですね。あ、これあれっすね。なんで僕はライドラで守ったんだ。エリババで良かったですね。エリババで守りましょう、基本的にはね。ホグとかは。まあ、ジャイとか。なんか、そのためのエリババでもあると思うんですけどね。やっちゃった。さあ、今回相手はクエイクホグかな？はい、流行りのね。まあ、アチャハンターか、まあ、ハンターがいるかどうかわかんないですけど、ハンターいなかったらいいなー。てか、まあ、ボムがちょっと嫌ですけど、僕としては。まあ、頑張りましょう、というわけでね。一旦守りましょうか。一旦守って、これ、端前にこれつけていいのかな？なんか、なんとなくつけます。これ、ヤナム打って、よいしょ。で、あ、でもやっぱ回復しないとダメか。いや、でも、エリババは頑張ってる。え、ヒースピ飛ぶ。いや、言えなくないですね。はい、ごめんなさい。エリババの前につけるだけだと多分良くないですね。ヒーラーとかがいないと単純にこのダメージ入るもののフルカウンターされちゃいますね。大体雪玉あったかな。なかったらいいな。ワンチャン飲んでくる。まあ、デリか雪かハンターですね。いや、でも形組めれば止まんないと思うんですよ。さすがにロケとかじゃないので。いや、あるぞ。この前半のダメージ結構痛いけど、でもマジでエリゴレヒーラー組むだけっすね、僕はもう。いや、これは一旦ヒーラーとかで耐えます。守ればいいんだよね、僕は。で、端前エリゴレはマジで弱いっす。なんで、ケツエリゴレしないと意味ないっすね。で、まあ、ホグ来るな。一回守る。一回守って、いやー、いいぞ。あるぞ。いや、マジであるぞ。で、ボムタワーがね、来るんすよね。やっちゃもいいのか。よいしょ。さあ。一旦レイジして。いや、神のヒースピー。いや、ワンチャンあるな。ワンチャンあるな、マジで。この、しかも相手デリバリーだったから、このね、ドラドラ系がすごい嫌だと思うんですよ。しかもこのエリババ追加ね。いや、待って、ヒーラーがいなくなった。ヒーラーがいなくなった。いや、来た、一本折れた。しかも待って、ライドラのチェーンによって。いや、これ、待って。いや、これいらねえか。いらねえか。いや、でもクエイクで落とされるから、これ攻めなきゃダメ。チンパン、チンパン、チンパン、チンパン。チンパン。これライドラか？何が一番いいんだ？ライドラ？いや、これ来たっしょ。いや、待って、やばいやばい。守られる、守られる。守られる。いや、一旦守られましたけど、オッケーオッケー。エリババのことによって、多分これダクネだったら負けてるんですよね。ホグの防衛も、わかんないけどね。ホグの防衛も優秀になるし、いや、これ行って良さそうなんだけどな。いつも行って良さそうにすごい見えるんですけど、よくなって、止まんないっすよ。相手アーチャー。ポポポポポイン。いや、本当にごめんなさい。謝るなら、使うなよっていう。そんな動画あげんなよってところなんですけど、まあやっぱ強いデッキはね、紹介していくのが、もう僕の、こう、皆さんに対して唯一できることなんで、ね、はい。次回もね、エリゴレ。楽しみにしていてください。まあ、エリゴレさすがに、2日連続は違うと思うんですけど。さあ、とりあえず、ネティオさんね、よろしくお願いします。読み方が違ったらごめんなさい。そして、エリゴレでごめんなさい。さあ、とりあえず、守ります。エリボはね、結構大事だと思うんですよ。
守ってね、カウンターワンパンがありますね。さあ、言うのと、言うのとあれでしたね。これあれだな、なんか、マジアチャで射抜かれるの嫌なんで。黙って、めっちゃいい防衛したかも。これインドラとか入れると嫌なんですけど、まあ、とりあえずなんか、やっとけばいいかなっていう。で、タルババだと思う。あ、ペッカか。ペッカか。待って、頑張れ。君たちならもうちょっと戦える。君たちならもうちょっといける。エリババ、もう一回殴れる。いやー、しょぼいなー、エリババ。急に態度を変えていく。で、これはもう守れないんで、この空だけで守って、まあ、カウンターできたら理想かなっていうところですけど、この島エリババとかやりたくなっちゃうんですよね、僕すぐ。このライドラの。いや、なんならエリボルヒーラーでもいいのかな。やんちゃか。でもライドラいるっすもんね。いや、なんか良さそうじゃないですか、これ。ダメなのか。あ、それはダメ。この工場がね、やりますね。その工場はさすがに。あー、オッケー。とりあえず、まあ、1本は折れましたね。なんだけど、僕はこれでエリアド4個取られて、まあ、ヒーラーなんか頑張ってるんですけど。まあ、組めばいいかな。なんか、僕の形がさっきからしょぼい気がするんで、もうがっちり組んじゃったら、全然あるんじゃないかなと思います。さあ、気持ち守る。いや、これ守る必要なかったかな。さあ、相手は左に組んでくる。まあ、僕は右でいいかな。右で。このライドのチェーンでね、やりたいんですけど。さあ、とりあえず、このね、ライドラは残さないといけないですね。ライドラが残んなきゃ、頑張れ。頑張ってくれ。まあ、ヒーラーが今あるんでね、これで。いや、このライドラ下手でしたね。ちょっと、高かった。さあ、延命される。延命される。よいしょ。いや、頑張れ。いや、エリババ、君ならできる。いや、君ならできると俺信じてた。いや、ワンチャンあるぞ、これ。ヒーラーが残れ。ヒーラーが残る。で、あれ、ちょっとインドでいいか。インドで、ヒーラーで、これ多分、エリゴレがね、いらないかもしれないですね。気づいた。あ、待って。普通になんかやられてる。やばいやばい。あ、待って、残った。いや、でけえ。これはでかいぞ。で、一回我慢だな。一回我慢、うん。よいしょ。さあ、行くぞ、来るぞ、俺の時代が。あー、セパったか。いや、これあれだな、もう一回いいっすね。いや、怖いっすけどね、すごい。あれ、ちょっと待って。終わっちゃった。終わっちゃった。いやー、組みたかったっすね。エリゴレヒーラー、ドラドラエリオが組めば、さすがに突破できたと思うんすけど、ちょっとね、うまいことやられちゃいましたね、と。いうところで、ぜひね、この、エリゴレデッキで、初手エリゴレ組んでね、皆さん、キング、折りまくっちゃってください、というわけで、ね、折ります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントもね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。